こんにちは、たまおでーす。今日のジャンク品はこちらになります。グラフィックボードです。GTX980 になります。以前ご紹介した福袋に入っていたグラフィックボードになります。分解済み、点検済みのグラフィックボードになります。アリエクスプレスで頼んだ部品が届きましたので、今日はこちらの交換をしたいというふうに思います。ダメだと判断した部品は一度取り付けてあります。点検から1ヶ月ぐらい経っていますので、もう一回作動確認から点検していきたいというふうに思います。前回の動画でチップセットを交換したマザーボードを使っていきます。準備ができました。作動確認していきたいと思います。電源、オン。ファンは回っています。回っています。どうでしょう。ということで、ファンは回るんですけれども、全くモニターが反応しません。例えばメモリーが悪かったりした場合には、モニターは一回反応したりするんですけれども、今回このグラフィックボードはモニターが何も反応しない不具合になります。それでは分解して点検していきます。準備ができました。電源を入れていきます。電源、オン。GPU の熱は上がっています。各電源電圧を見ていきます。GPU のコア電圧 0.9V 出ています。メモリの電源電圧 1.5V 出ています。こちら PCIe の電源出ていません。PEX-VDD というやつですね。こちらが出ていません。ですので、こちらの電源系の不具合だと思います。外して点検していきます。こちら PCI Express のシリアル通信の電源になります。拡大していきます。こちら APW の8835という風に書いてあります。確認するとバックコンバーターという風になっていて DC-DC コンバーターになります。点検していきます。こちら1番の FB 端子というものがバーストショートしています。こちらがデータシートになります。1番の FB 端子はフィードバック端子ということで、こちらの出力電圧を監視する端子になるみたいです。こちらがバーストショートしています。まずはこちらの部品外してショートが解除されるか点検します。こちらを外して購入したこの部品に交換していきます。フラックスを塗ります。外れました。ショートが解除されたか点検していきます。FB 端子、ショートが解除されています。それでは清掃してつけていきます。温めていきます。はい、冷ましていきます。こちらの FB 端子ショートは解除されています。準備ができました。それでは作動確認したいと思います。電源オン。スイッチオン。回りました。どうでしょう？来ましたー。やりました。それでは、組み付けていきたいと思います。BIOS の起動確認までは行ったんですけれども、途中でダウンしてしまって、で、見るとですね、基板がここ焼けてしまいました。こちらの DC-DC コンバーターだけではなくて、ちょっと基板の方も損傷していたみたいで、ちょっと電流を流し続けるとこっちが焼けてしまったんですね。ここまで来るとちょっと今は直せないのかなっていうことで、今回の修理はこ
ここまでにしたいなというふうに思います。今回交換に挑戦したバックコンバーターのデータシートになります。FB 端子とグランドが短絡してたんですけれども、こちらを交換して BIOS の起動までは行ったんですけれども、Windows の立ち上げ中にダウンしてしまいました。原因は基板がこのように損傷してしまっていて、基板もダメージを受けていたようです。福袋のグラフィックボード修理に挑戦しましたが、1台 GTX980 ちょっと直すことができなくて少し残念です。あとですね、玉尾ですが、こんなの買ってみました。メタルプランジャーですね。メタルプランジャーだとこのようにしっかり支点ができるので、すごい押しやすくて気に入っています。こんなのを使っています。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。良かったなと思った方は次回も見ていただけると嬉しいです。